しばらく旅に出ます。心配しないでください。あーしゃっと。書き置きこんな感じでいいかな。これならアーニーさんも心配しないよね。あとは傷薬と獣よけの匂い袋と、うん、これで準備完了。手の届かないところにニオはいるけれど、ニオは生きている。メガネのおじさんの教えてくれたこと、どこまでが本当かわからないけれど、今は全部信じてみよう。ひとまず隣の村に出てみようかな。光る花に詳しい人もいるかもしれないし、その先はどうしよう。行ったことがないし。ブモブモモ。ん？何？ブモモモブモ。うん、そうだね。後のことはまた後で決めよう。わからないことだらけだけど、まずは始めなきゃ。ニオ、お姉ちゃんがきっと助けてあげる。だから待ってて。よーし、パナ出かけるよ。バババければ隣の村だね。もう一息頑張ろう。うわ、どうしよう。縄張りに入っちゃったのかな。ごめんなさい、すぐに出て行きますから。してくれないみたい。自分の身は自分で守らないと。落ち着いて頑張ります。世界に黄昏が訪れる前、豊かな水をたたえた面影に今は思いを馳せるものはありません。それでも人々は地べたに張り付きながらたくましく生活しています。
久しぶりに来たけど、やっぱりしんどいな。あれ、あの子は。おーい、アーシャちゃんじゃない。久しぶり。レジナさん、お久しぶりです。ここんとこすっかりアトリエにこもりきりだったのに、どうしたの？少し思うところがありまして、ちょっと旅に出てみようかと。そっか、ミオちゃんのこともあったし、心配してたんだよ。旅ってどこまで？それはまだちゃんと決めてなくて、行き先は未定です。ほほう、じゃあ泊まる場所は？それもこれから。行き先も決まってないのに旅に出るなんて思い切ったことするわね。ね、泊まるとこもないならひとまずうちにおいでよ。詳しい話も聞きたいしさ。今ちょっと仕事で手が離せないんだけど、鍵は開けっぱなしだから勝手に入って休んでて。あ、うちの場所は覚えてるよね。あっちの方。大丈夫です。まあこんな狭い村で迷子になんかならないよね。じゃあまた後でね。ばっ、グライドさん、だからお仕事の邪魔はしないって言ってるでしょ。ちょっと遺跡の中を見せてほしいって言ってるだけじゃないですか。わからねえ嬢ちゃんだな。中は危ねえから入れるわけにはいかねえって言ってんだ。こんな子供はすっこんでな。女だからって関係ないでしょ。それにさっき女の子が入っていったのを見ましたけど。レジナか。あいつは男みてえなもんだ。ああ見えて腕利きの発掘屋なんだよ。あんたも腕っぷし鍛えて発掘屋になるってんならまた話は別なんだがな。そもそもなんでお嬢ちゃんみたいなのがこの遺跡に何のようだ。なんだか見た目に似合わず迫力ある人だな。あ、あれ？バナ？どうしたの？急に。ママ！なあ！じゃあ遺跡には入れないわね。ごめんなさい、バナたら美味しい草に目がなくて。もう仕方ないわね。出直してくるわ。次はしっかり遺跡の中を見せてもらいますからね。何度来ても遺跡の中には入れねえぞ。一昨日来やがるってんだ。発掘現場の親方さんと張り合うなんてすごい女の人だな。それにしてもずいぶん久しぶりよね。1年ぶりくらいかしら。そうですね、前にレジナさんが遊びに来てくれたのがそれくらい前でした。それで今回はどうしてまた旅に？
お薬の行商とか？なんというか、そのちょっと珍しい花を探してるんです。珍しい花か。お薬の材料にでも使うもの？いえ、信じてもらえるかどうかわからないですけれど、ニオを探す手がかりになるって聞いたんです。ニオちゃんの？でもニオちゃんってその神隠しに。ある人が教えてくれたんです。ニオはどこかで生きてるって。生きてさえいるならどうにかすればまた会えると思うんです。雲をつかむようなお話ですけれど、信じてみるしかないかなって。アーシャちゃんはその人のことを信じたんだね。じゃあ私がとやかく言うことはできないか。んじゃ私も信じるよ。ありがとうございます。こんな話すぐには信じられないですよね。でもそう言ってくれるレシラさんの気持ち嬉しいです。それでニオを探す手がかりがこの光る花らしくて。光る花？神隠しと花って全然関係がなさそうだけど。詳しくはわからないんですけれど、これを調べればニオが助かるんだそうです。それにしても花か。私の苦手な分野だね。あ、でもこういうのに詳しい人知ってるかも。え？本当ですか？うん、ここから北にあるフィルツベルクの町にいる人。珍しいものが好きで道楽でいろいろ集めてるんだ。あの旦那ならもしかしたら珍しい花のことも知ってるかも。あの、その人をぜひ紹介してもらえないでしょうか。うん、いいよ。ちょうどこの後フィルツベルクまで出る予定だったの。よし、そうと決まれば私も早速旅の準備をしなきゃね。そうですね、荷物って結構多くなっちゃいますし。あ、それで思い出した。アーシャちゃんってさ、荷物多すぎない？なんか旅っていうより引っ越しみたいだよ。これでも結構減らしたつもりだったんですけど、私旅って初めてで。とりあえずすぐにいらないものはここに置いてけば。え？レジナさんの家に？でもいいのかな。うん、どうせ場所も余ってるし、自分の家だと思って好きに使っちゃって。ありがとうございます。それじゃあお世話になります。じゃあここに釜を置かせてもらいますね。ちょ、アーシャちゃん、そんなものまで持ち歩いてるの？旅の荷物にはそれはないと思うんだけど。え？そうですか？私釜がないと落ち着かなくって。いやいやいや、枕じゃないんだからさ。普通の人はそんなの持ち歩かないって。ここに置いてきなさい。パナも大変だったね。そうします。レジナさんの家で調合ができるなんて嬉しいな。アーシャちゃんは相変わらず調合が好きなんだね。とにかくこれからよろしくね、アーシャちゃん。